囲い込みは、細かい土地が相互に入り組んだ、混在地制における解放工地を統合し、所有者を明確にした上で、排他的に利用すること。歴史上、幾度となく、繰り返されてきたプロセスであるが、特に、イギリスにおいて16世紀と18世紀の2回、行われたものを指す。第一次囲い込みは、牧羊を目的で、個人主導で行われたのに対し、 第二次囲い込みは、農法区農法などの高度集約農業の導入のために議会主導で行われた。かつては囲い込みによって、仕事を奪われた農民が労働者となり、産業革命に労働力を供給したとされたが、現在では囲い込みと都市部への人口流入はそれほど大きな関係はなかったとされている。囲い込みは以下の独立した三つの過程からなる。 開放工地とは、収穫が終わった土地を次の種まきまで放牧地として共同で利用することであり、入会地もまた共同で利用された土地である。土地の統合は、持ち主の異なる入り組んだ土地を整理統合することで、大きな工地を作り出すことである。混在地制は共同で、農作業を行う際に作業時期による収穫工の不公平を軽減するのに有効であり、また、 開放高地と入会地の存在と合わさることで、それほど大きな土地を持たないものでも放牧を必要とする家畜を飼うことが可能となっていた。牧羊目的。毛織物工業の繁栄のため、需要の増大した羊毛をより効率的に生産するために導入された。個人主導であり、農民の食を奪ったため、大きな批判を受けた。トマス・モアは、そのような状況に対して、 羊が人間を食い殺していると批判した。工作目的。議会による立法を通じて行われた。農業革命の一環として、農法区農法に代表される高度集約農業の導入のために行われた。第二次囲い込みでは囲い込み後も、農業労働力を必要とされたため、すべての農民が土地を追われたということはなく、一応は合法的手段により行われたこともあり。 第一次囲い込みのような強い批判を受けることはなかったとも考えられる。ただ、ある程度の農業従事者が人労働者化したことは確かである。囲い込み以前のイギリスにおける農業は、他の西欧諸国と同様、開放高地性、混在地性、参保性により成り立っていた。参保性においては、冬季に資料が不足するため、一年を通じて、 家畜を飼育することが不可能であった。そのため、いくつかの家族が集まり利口集団を形成し、高地内を移動しながら共同で利口と波種を行った。しかしこの方法では、全高地での作業終了までに2ヶ月近い時間を要したため、作業時期による収穫量の高が発生した。そこでこの不公平を避けるべく土地が入り組み、順番に それぞれの土地を耕していける混在地制が取られていた。収穫から次の発種までの期間、高地は共同の放牧地とされたが、これは農村における共同権として農村における共同体制員に認められた権利であった。こうした土地の共同利用は監修に従って規定され、違反者は厳しく罰せられることもあった。また共同利用される土地は、お互いの持つ高地の他に、 村落周辺の鉱物も存在した。この鉱物において共同体制委員は焚木や芝、泥炭などの燃料を無料で手に入れることが可能であった。鉱物には小屋が建てられ自分の高地を持たない冷静な小屋重農が住むことを認められていた。彼らは居住するのみならず、鉱物に自家用の農地を作ることも許されていた。これは小屋重農を 共同体全体で養うことで、箸と収穫時期に不足する労働力を補うことを目的としていた。こういった共有地に依存した零細な農業従事者は、共有地が廃されると自立して生活していくことが不可能となり、比較的早い時期より土地と切り離された労働者となっていった。かつては囲い込みによって農地を奪われた農民が都市に流入し、労働者となり、 産業革命に必要な労働力を提供したとされたが、現在では囲い込みによる即時の大規模人口移動は見られなかったとの説もある。第一次囲い込みは地域が限定されており、第二次囲い込みは農村部における労働力需要を高めたためである。しかしながら囲い込みによる農業生産力向上、ひいては増加した人口が労働力となることにより、 囲い込みによって大量の農民が賃金労働者や不労者になったとの見方は依然として有力である。議会囲い込み運動の結果、イーストミッドランズとイーストオブイングランドを中心に池垣や石垣で区切られた囲い込み地と呼ばれる新しい農地が出現した。中世以来の古い農地は広さが1エーカー前後の細長い土地だったが、新しい囲い込み地は 方形で5から10エーカーの広さがあり、大きいものでは60エーカーの規模となる。池垣は三座市で作られ、合間にトネリコやニレの木が植えられ、池垣に沿って溝が掘られた。石の多い地域では、池垣の代わりに、石垣が作られた。レスターシャアなど狐狩りの盛んな地域では、馬を借りやすいように池垣を設けず、狐の隠れ家となるニシダの草むらや雑木林などを、 意図的に作った日本語としては、資源を独占的に確保することを囲い込みという意味や、危険なものを封じ込めるという意味がある。労働者の囲い込み、石綿の囲い込みなど。特に、マーケティング論においては、自社のサービスや製品の固定客化を図ったり、競合他社との競争を有利に進めたりする際に行われる戦略を、顧客の囲い込み戦略と表現することがある。 場合によっては、各国の独占禁止法をはじめとする各種法令に抵触する場合がある。日本では、高齢の親に対して、子供が他の子供など家族、親族らに合わせないようにすることも、囲い込みと表現される。ありがとうございます。